おにぎりさんは憂えていた。輸入小麦の価格高騰とか、どんな風に使ったらええんか理解が進んだけん、米粉食品のブームが再燃しそうなんよね。そんな時に一時ブーム時の担当者として手をこまねいとってもええんやろか。みんな、ええわけなかろうけ。ほやけど、予算ないし、担当も外れとるし、なんもできんわいね。個人で草の根運動？こんなん影響力皆無やん。そんなら、バズマフがあるじゃろう。ネタとしては、代表的な店とか、特徴的な店を突撃取材して、いろいろ聞いて、帰ったら食レポ的なものをやる。そんな安易なネタ切りでも、バズマフの視聴率パワーで、なんとかなるやろ。なるよね。で、おにぎりさん本音は？そりゃ久々に県内各地の美味しい米粉パン食べたいし。というわけで、上司に相談してみた。これこれ、こういうわけで、私は米粉の現状を憂えているわけであります。ねえねえ、おにぎりさん、あなたはただ米粉パンを食べたいだけじゃないの？ぎく、いえいえ、決してそんなことは。あ、そうそう、やるなら若手主体で頼むよ。若手なんかどこにおるんじゃ。理想と下心を天秤にかける、アラフィフかつ下から3番目、おにぎりさん。真面目だけどくどすぎるのが玉に傷。50代前半、下から4番目、アボカドさん。顔出し NG だ。若手ナンバーワン、20代、カメコさん。かぶり物なら任せろ。頼れる60代、最任用職員。かぶり物の匠。フリーダムな部下たちのストレスで、そういれば間近か。50代後半、上司、トマトさん。上司の上司、謙虚点ナンバーツー。年齢は秘密だ。消されるぞ。みかんさん。こうして、おにぎりさんたちは、野に放たれた。行ってこわい。旧西条藩陣屋跡のすぐ近くにあるこのきれいな産地直売所が JA 愛媛みらいときめき水戸市です。では風情あるお堀を越えていきましょう。ここでは農産物から畜産物、水産物、スイーツまで様々なものが手に入ります。この水戸市の一角にあるのが米粉パンです。うははは、もうたまらん。待ってろよ米粉パン。おにぎりさん、落ち着いて。あ、副店長さんだ。あ、どうもどうも、お世話になります。今回米粉パンについてご紹介いただくのがこちらの2人です。では早速伺っていきましょう。はい、お米の消費拡大を狙い、平成16年、旧 JA 西条女性部のメンバーで米粉パンをやり始めました。米粉パン自体が珍しくよく売れたと聞いています。はい、もちもち食感で腹持ちがいいパンになってます。小麦に比べて米粉パンは消化が緩やかなので、健康面に考慮して買う方も多いです。はい、45から60種類あります。そんなにあるんですね。はい、はい、力を入れている商品はノアレザンと新商品のメロンパンで、日替わり食パンになってます。は
はい、今年の8月中旬から末より芋コプリンとときめきメロンアイスを発売します。もしかして米粉の新商品だったりします？あ、違います違います。ああそうですか。プリンだったら米粉を入れるととろみがついて良さそうなんですが、いかがでしょう。もし米粉を足して芋米プリンとか。あ、ちょっと語呂が悪すぎですね。頑張ります。頑張ります。はい、パン担当者が日々熱心に新商品を開発しているので、お客様のニーズに合った美味しい米粉パンをたくさん売っていきたいと思います。はい、西条の内抜き水で育ったお米を使用しているのでとても美味しいと思います。小麦では味わえないもちもち食感、食べたことがない人はもちろん、食べたことがある人もさらに虜になると思います。ぜひときめきスイートイチの米粉パンにご来店ください。お待ちしております。買ってきました。いただきます。いただきます。あ、米粉パンってこんなんなんだ。弾力がすごいね。わ、甘い、美味しいね。愛媛県民のソウルフード、塩パンを米粉で作るとこうなるんやね。もちもちさっぱり系で美味しい。米粉食品に興味を持たれた方はこちらのページをご参照ください。米粉パンが固くなった場合、オーブンかレンジで温めるといいですよ。